はいどうも白熊先生です、えー、僕はですね普段教育界で働いていて子どもたちに勉強しててるわけなんですけどもこのチャンネルはですねそんな僕が気になるニュースについて解説考察していくっていうねチャンネルとなっております、えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、えー、志村けんさんですねまあもうお亡くなりになってしまったんですけども実はですね志村けんさんっていうのはとんでもない女好きでですねまあねすごい女遊びが激しかった方なんですよね、まあ、しかしながらですね彼のことをですね告発する女性っていうのは過去に一人もいなかったわけ なんですよね、はい、なぜならば志村けんさんの女遊びというのがですね女性から恨まれないような、まあ、ある種すごいこう豪快な女遊びだったわけなんですね。まあ、今回はそれの詳細だったりとか逆にですね、まあ、芸人さんでですね現代の芸人さんで告発されてきたですね松本さんとか和牛の水田さんとかジャングルポケットの斎藤さんとかアンジャッシュの渡部さんとかですね、まあ、数々の芸人のさんがですね まあ、ここ数年で告発されてきたわけなんですけども、彼らはですね、志村さんとの女遊びとですね、圧倒的に違う点があるんですね。はい。まあ、今回はですね、その辺を対比しながらもですね、ちょっといろいろ話していこうかなというふうに思っております。 えまずなんですけども、まあ、志村さんといえばですね、まあ、いわゆる女好きで有名でですね、常にですね、一人ですね、まあ、一定のですね女性と付き合いながらも、まあ、他でもね、いろいろですね、まあ、豪快に遊んでいたっていうことで有名なんですよね。うんまあ、実際ですね、バカ殿様をやってる時にですね、腰元っていうんですかね、あれってね、なんかあの、えー、女性たちがね、着物着てなんか隣にね、殿の隣にさ、バーって座ってる人っいるじゃないですか。あ、まあいった中にもですね、結構ですね、志村さんと関係を噂されてね、ね、えー、噂されていた人とかもですね、 まあ一定数言いましたよね。まあ、どんな時代にもいたっていう感じです。はい。まあ、しかしながらなんですけども、それがですね、大きなスキャンダルになることもなければですね、告発されることもまあなかったっていう話なんですね。うん じゃあですね、じゃあ、なぜですね、志村さんはですね、まあ、そんだけですね、大きくで、ね、まあ、女遊びしていたにもかかわらずですね、女性たちから恨まれなかったのかっていうとですね、それはですね、えー、まずはしっかりとお金を渡していたっていう点なんですよね。はい。えー、実際ですね、その志村さんの近くにいた人が証言してるんですけども、志村さんはですね、そのね、えー、一定のですね、女性がいたり、いたりするじゃないですか。その女性に対してですね、必ずやっていたのが、なんとですね、ブラックカードを1枚渡していたらしいんですよ。はい。ブラックカードを1枚渡して、もうこれで好きに何でもか 使っていいよと何に使ってもいいよって言ってですねまあ、その女性にねカードを渡していたわけなんですよねうん、すごいですよねこれなかなかねうん、まあ、おそらくですけどもまあ、志村さんのですね、えー、ね生活からしてそのね、えー、女性のですね毎日のように一緒にいるわけでは絶対ないと思うんですよとなるとですね例えばなんですけどもじゃあ1週間に1回とかね2回会うにしたようですね残りのですね5日くらいの間はその女性ブラックカードを使って何だって買っていいわけですよねうん、まあ、高級なブランド服を買うもよしねなったら旅行に行くもよしね、えー、美味しいものを 食べるも,よしもう何だってできちゃうわけなんですよ。うん ま、実にですね、豪快ですよね。はい。まあ、おそらくなんですけども、ブラックカードを渡すくらいだから、その後に明細見て、おい、ふざけんな、こんなもんに使うんじゃねえよとかね。多分そんなこと言わなかったんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてですね、まあ、いつかお別れの時が来るじゃないですか。で、その時もすごいんですけども、まあ、いわゆるですね、今まで付き合ってくれてありがとうというお礼でですね、手切れ金をで、ね、渡していたらしいんですね。で、その手切れ金もですね、じゃあいくらなんだって話なんですけども、えー、数百万単位なんていう規模じゃないんですよ。はい。いわゆる、一千万単位のお金を渡していたっていう話なんです。 よねすすごくないですか <laughs>、えー、1,000万単位ってことはつまり、まあ、1,000万の可能性もあるし2,000万3,000万の可能性もあるわけなんですよ、はい。それだけのお金を今までありがとううっていうふうに渡すすわけなんででよね、うん、でそんだけのお金をもらったらさそれ女性としてもさ、まあ嬉しいだろうしね、まあ、志村さんを告発する気にはなりませんよねって話なわけですよね。うん むしろ、ありがとうっていう風にね、思う人も全然いるんじゃないですかね、下手したら。はい。で、で,ですよ、実際問題ですね、その志村さんっていうのはですね、そういう風なね、豪快なね、お金を使った女遊びをしていたので、最終的にですね、そのね、女遊びだけに使った金額っていうのはですね、青山にですね、ビルが建つんじゃないかっていうくらいの金額と言われてるんですね。はい。で、さらに言うとですね、志村さんのがね、まあ、お亡くなりになってしまったじゃないですか。その後ですね、いわゆるその遺産として残ったのはですね、10億円という風にされてるんですけども、10億って聞くとですね、僕ら庶民からすると、 そんなに持ってたんだ、さすが志村けんと思うかもしれませんけども、まあ、いわゆるテレビが前世紀の時代にですね、まあ、スターになった志村さんからすると、10億円以上の買いなんていくらでも実は稼いでいたんですよね。だから逆に言うとするんであれば、10億円なんて目じゃないくらいの金額を稼いでいたにもかかわらず、そのほとんどをですね、女性遊びに使っていて、10億しか残らなかったっていう風な見方をする方が、実は正しかったりするわけなんですよね。うん。はい。で、そういったですね、豪快なお金を使った女遊びをしていたからこそ、まあ、女性たちからですね、特に何の不満もなかったっていうね、 話したわけなんですね、うん はい。まあ、それはね、何千万ももらえたら嬉しいですよ。それは女性からしてもね。はい。えー、で、ですよ。で、じゃあ、そんなですね、豪快なね、遊び方をしていた志村さんに対して、現代のですね、いろいろ告発されてですね、炎上してる芸人さんたちは何が違うかっていうとですね、まあ、一言で言うと、とにかく耳ミミッちいんですよ。とにかく耳っちい。はい。そしてですね、耳、えー、ミちミいうにですね、えー、ファンを狙ってるっていうのがね、結構ね、良くないポイントだ、どなんじゃないかなっていう風に思います。はい。ファンを狙うパターンもすごく多いです。はい。まあ、例えばですね、ファンを狙うパターンで典型的な で和牛の水田さんなんですねはい、まあ、水田さんなんなかもですね、えー、フリーアナウンサーの女性と結婚されたんですけどもその後ですね、えー、かなり年の離れたですね浮気相手の女性からです、ね、週刊誌といいますかまあ、記者に告発の保護されてます。はいこれ何で知り合ったかっていうとその女性が水田さんのファンだったんですよね。はいそしたら SNS でですねまあえー、水田さんの SNS をフォローしたら水田さんから DM が来てで,す、ねはいでまあ、これは、ね、よく、ね、近年の芸人さんたちがいるです、ね、自分のファンの女の子に DM で直接出会をこってそして女の子 するっていう方法なんですよね。うんまあ、この方法って何がいいか？っていうとすでにですね。相手が自分のファン、つまり自分に惚れてる状態だから、まあ、いくらでも簡単にですね。まあ、ちょっと下品な言い方するとやれちゃうわけなんですよ。はい、まあ、もちろんですね。お金をそこに払うだったりとか、そんなことする必要ないんですよね。うん。 まあ、しかしながらですね、何でも言うことを聞くファンだからこそ、その後ですね、まあ、なんていうのか、雑に扱ったりとかして、恨みを買っちゃったりとかするわけなんですよ。はい。まあ、実際、ミンさんはですね、その女性とのハメ撮りのね、えっ、ー、と、ハメ撮り撮影とかをですね、しようとしたりとかして、その女性を傷つけて、まあ、最終的に二股とかもかけてですよ、最終的にその女性から告発されるっていう件になってます。はい。で、続いてですね、じゃあ、アンジャ氏の渡部さんですね。はい。 して帰るってこと帰させるってことをしていました。うん。まあ、多目的トイレでするって結構女性からするとおそらくですね屈辱的なことだと思うんですよね。うん。なんかこうあまりにもインスタントすぎるじゃないですか。インスタントすぎる。はい。まあ、例えばなんですけども、じゃあ同じねまあ、おねお金と言いますか私不倫をするにしてもですよ。例えばちゃんとしたいいホテルを取ってそこでまあね、えー、集合して性行為をしてそしてで渡部さんだけ先に出てもう今日このホテル取ってあるからそのまま泊まっていいよっていうねその高級ホテルねはい女性に行ってさらに今日はありがとうね っって言って言例えば10万でも20万でもね渡部さんが渡していたとしたらおそらくですけどもその女性もですね告発まではしなかったんじゃないかなっていう風に思うんですよね。うん はい。ま、あさすがにね、トイレに呼び出されてね、ちゃちゃっと終わらされて、10分15分でちゃちゃっと終わらせて、はい、ありがとうっていうふうに1万円渡されたら、まあ、あそりゃ怒るわなっていうね、感じがします。はい。あとですね、ちょっとね、えー、その、最初の動画の冒頭では言えなかったんですけど、天竺泉のセシタさんっていう芸人もそうですね、キングオブコントとかでも決勝行ったことあるね。はい。えー、あの方もですね、結局、そのね、えー、文春とかでですね、告発されてしまったんですけども、いわゆるその女性がですよ、えー、そのセシタさんとの性行為最中に、なんかこう、結構きつめのエっぷりがね、セシタさんはあったらしくて、殴られ 出たりととかかしててですねすねあざがごくなっっちゃってそののあざ写真とかも全部公開したわけなんですよね、うんまあ、そういったですね、一人よがりな性行為みたいなことをしていて、女性側から恨みを買ってしまったっていう感じなんですね。はい。で、続いてはですね、最新のデージャンポケの斎藤さんですね。ジャングルポケの斎藤さん。はい。まあ、これもですね、元グラドルの方だったりとかが告発してるわけなんですけども、うん。まあ、いわゆるそのお金持ちのね、社長とかと一緒にね、行ったまあ飲み会を斎藤さんが開いていて、まあ、そこで知り合ってですね、その後めちゃくちゃしつこく誘われて、ね、えーあまり もしつこいから、じゃあ一回ご飯だけならってことでご飯に行こうとしたら、えー、ご飯のはずがですね、いきなりですね、部屋に連れて行かれてですね、はい。その部屋に押し込まれて、ま、いろいろとそんな感じね、でね、みたいな。うん。 まあ、いわゆる、その、社長が用意していたやり部屋みたいなのがあったわけですよ。はい。まあ、そんな感じのことをして、まあね、えー、恨みを買ってしまったわけなんですよね。はい。で、松本さんもそうなわけじゃないですか。ね、いわゆる松本さんもですね、一般人の女性だったりとか、その、素人女性をですね、えー、後輩の方たちにですね、えー、アテンドさせて、集めさせて、はい。そして、松本さんが毎回、まあ、ほぼ毎回くらいですね、その女性と部屋に残ったりとか、もしくは別の部屋に行って、そういうことをして、うん。 で、残った女性はですね、帰らされたりとかして、その際にですね、まあ数千円を渡されてたっていうふうにね、いろんな方が告発されてますよね。うん。まあ実にまあ一応なんですけど、みみっちーと言いますか。うん。 遊びですよね。はい。まあ、松本さんの件に至ってはですね、その和牛の水田さんとか、と中に何か違うかっていうと、まあ、言ってもファンでもないんでね。はい。ファンでもない女性に対して、まあ、やっぱりね、その日のうちにそんなことをしていたら、まあ、いつかね、それは告発もされるわなっていう感じですよ。うん、まあ、つまりですよ。つまり、何が言いたいかっていうとですね、その、今言ったらですよ、その水田さんとかね、渡部さんとかね、松本さんとかも。何でも。そう。なんですけど、結局ですね、その女性に恨まれるような余地のある女遊びをしているってことなんですよ。はい。恨まれるような余地のある。はい。 で、なんで恨まれんのっていうと、この答えは一つでして、要は大切にされてない感があるんですよ。大切にされてない感。はい。 ね。はい。まあもちろんね、もちろん志村健さんだって、そのね、ブラックカードもらっていた女性だって、ぶっちゃけ志村さんが自分以外の女性と遊んでるってことぐらい分かってると思うんですよ。正直ね。正直はかってると思う。うん。でも、とはいえですよ、皆さん。とはいえね、君にはこれを預けるから好きに使っていいよって言ってブラックカード渡されたりだったりとか、ね、別れ際に今までありがとうって言って1000万単位のお金を渡されたらさ、ね、少なからず、あ、自分って大切にされてたんだなっていうね、これだけのお金を使うっていう価値を私に感じてくれたんだなって思って、自分のこう価値が下がんないじゃないですか。うん。結局ですね、その 女性ってね、やっぱりその、ね、恨みを,、ね男,性にね恨みをね、男性に持ったりする理由って何かっていうと、自分のことがないがしろにされたとき、自分の価値がないみたいな行動をされたときに、やっぱり怒りを持つわけなんですよ、うんで。西村健さんの場合だったら、そういうふうに最終的に数万、数千万ももらえばね、はい、自分の価値が下がったような気がしないじゃないですか。むしろ自分はこれだけの価値のある女なんだっていう気すらしますよね。うんまあ、それに対してですよ。 それに対して、松本さんのですよ、マあ部屋に後輩芸人さんがね、女性をね、<laughs> 集めて、はい。そして、なんかある種システマチックにですね、松本さんの性行為がね、あったりとか、はい。残りのメンバーはみんな帰ってみたいなね。はい。まるで自分がですね、ベルトコンベヤの上にね、<laughs> ベルトコンベヤの上に流れてるですね、商品みたいな。まあそんな感じですよね。はい。必要な商品、松本さんに認められた商品だけ松本さんに持ってかれて、あとはベルトコンベヤを流れるようにですね、部屋から出されるみたいな。で、数千円だけもらって帰らされるとかですね。はい。えー実際 渡部さんもそうじゃないですか。ね。いきなり、そのね、多目的トイレ集合ねっていうかトイレに集合して、そこで10分15分でちゃちゃっと終わって、はい、ありがとうっていう風に一万円札で渡されて帰らされると。はい。全然大切にされてない感じがしますよね。はい。それこそ、和木の民佐さんもです。そうですよ。ファンの女性に DM でですね、引っ掛けてですよ。ハメどりね、したりだったりとかして。うん。大切にしてる感がまるでないじゃないですか。ジャンポケの斎藤さんもね。はい。天竺ネズミのね、拙者さんもそうですよ。うん。まあ、結局ですね、これなんですよね。その女遊びの相手とはいえ、ね、その相手を女性と としてというか人間として大切にしてないっていうことがですね女性側に伝わってしまうと女性がそこで恨みを持って最終的に何かのきっかけでそれを週刊誌とかに売りつけるわけなんですよ。うん、ね。だからおそらくですけどもやっぱりねまあ他にも芸人さんっていっぱい遊んでいらっしゃる方まあ、ほとんどの方が遊んでいらっしゃると思うんですけどもやはりですねその告発される芸人さんとそうでない違いっていうのはちゃんとその遊び相手の女性にですねあなたを大切にしてるんですよ女性としてちゃんとね、えー、ねリスペクトしてますよってところがですねちゃんと伝わってるかどうかってことなのかなっていう気は。 しますうん。その大切にしてるんですよっていうね、えー、精神がちゃんと相手に伝わってさえいれば、うん。まあ、え遊びだったとしてもですね、相手の方もそうそう恨みを持たない。そして恨みを持たないということは、それを告発したりしないというですね、ことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、というわけでですね、今回この辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。